J リーグのマスコット、やっぱり鹿島アントラーズの鹿尾じゃない？どのマスコットよりも喋るし、どのマスコットよりも動く。鹿尾出しとけばチャンネル登録者が稼げると思ってる YouTuber も少なからずいるんじゃないかな。鹿サポチャンネルの兄です。弟です。本日は J1 第15節サンアントス対鹿島アントラーズの感想となります。結果は2対2のドロー。このドローはどう捉えたもんか。勝てた、勝たなきゃダメだ。やっぱ悔しさのが先に来るよな。全体的に言えばトスのゲームだったけど、でもやっぱ悔しさのが先に出たな。今日勝負強さを見せてほしい。このまんまいっちったら去年と一緒だぞ。それでは試合の方を振り返っていきたいと思います。まず今日入りはあんま良くなかったんだよね。正直初っ端から向こうのペースだった。特に最初の10分、正直原因がどこにあったのかは見ててわからなかったな。あれじゃないの、トスのハイプレスなったですかね。あとは暑さでやられたんすかね。ただ一つ気になったのは8分のシーン、早川選手ナイスセーブってここは言いたいんだけど、それまでとかその後も含めてなんか今日はいまいちキックが安定しなかったなという印象なんです。そういうのもあってちょっとサガンさんの攻撃を助長させてしまった。次12分、柿田選手の超惜しいシュート、あれが入ってりゃな。今日勝つためのワンシーンだね。このシーン崩しはねすごかったよね。スーパーダイナミックな崩し、柿田選手で始まり柿田選手で終えるというような。そうだな、この崩しはここ最近になって本当改善が見られるようなポイント。負けてる連敗中だったらこれこんなうまく決まんなかったろ。でもねやっぱ入っか入んないかはねバカでかいっすね。まあ、最後の最後はそこだよな、この力。次26分、失点のシーンなんですが、ものの見事に崩されました。崩されました。はい、でもここのシーンだけでなく再三再四崩されてたっていう印象はある。この失点の前から今日はこっちの右サイドがガンガン攻められてた。これはちょっとやばいなと失点前から思ってたんだわ。この失点止まるとしたらどこだったか。何度も見直して樋口選手とサガン鳥栖の小野選手、ここのマッチアップかな。早川選手のとこはいやーさすがにあのシュート厳しいのではと。シュートではないか、止めるべきは。あのクロスに触れればってところだけど、ちょうどいい軌道なのよね。あれキーが飛び出したくなる、かつ触れないような軌道。あれキーパーやってる人ほどあそこキーパーが止めるのは無理だよっていうもんらしい。ツイッター見てたら書いてあった。この失点の後、名護選手と仲間選手がポジションチェンジ。これがね、前半は確かに効いたんだ。監督のインタビューでもね、言ってたけど、本当目に見えてだったよね。これで少なくとも前半はこっちの右サイドの守備は問題なく進んだ。次こっちの得点シーン、名護選手のナイスゴール。鹿島での初ゴールっていうのが、そうなの、嘘でしょって思ってんだよね。初ゴール、そうか初ゴールね。やっぱここは鈴木優馬選手が折り返してくれると信じて走り込んだこと、これでしょ。優馬に飯をおごってやりたくなる、それほどまでに崩してくれた。半分はもう優馬選手の得点と言いたくなるぐらい、あそこで勝ったことが何よりでかかった。2列目の選手の得点はね、俺はやっぱりアントラーズの2列目はもうアントラーズがアントラーズでいるためには2列目が仕事しないとなんです。そのためにはパスもそう、ためもそう、ゴールもそう。名護選手ナイスゴール。やっぱこれ前半のうちに追いつけたっていうのはさ、チームの心理的にかなり大きかったじゃん。失点直後に追いつけた、チームの自信自力を改めて感じてます。あ、それと前半終わりにさ、すっげー久しぶりに大鹿島っていうあのちゃんとやったの覚えてる？大鹿島ってやつ。もちろんそのちゃんとはわかります、覚えてますけど、これが久しぶりっていうのが嘘でしょって思って聞いてるんです。いや実際最近今年去年あたりはやってない、イコールそれ以前もやってないってことか。しばらく2019とか頃じゃないの、22、去年はやってねえ気がすんだよな。あれもちろん今年も。そうなんだ。最近ね、あの勝利のためにっていうあのちゃんとがね流行りだもんね。次後半なんですけど、これがね後半に入っても流れがまああんまり良くない。サガンさんのペースだったね。下手すりゃこれは前半
の悪い時間帯より悪いぐらいかもしれなかった。後半始まってしばらくボール回されてるというか、回させてるというよりは回されてる、そんな感じで、本当にやばいってところじゃなくてもラインが間延び気味で、これはちょっと見てて怖いなっていうシーンは続いてた。で、早めにこれは常本選手右サイドに入れないとまずいかもなって、選手交代でなんとかする。まあでもそれは結局佐野選手が代わって出てきて、その右サイドに入って、それ以降は押し戻してくれたから、そこまで問題にはなんなかった。俺は正直佐野選手今日、兄は佐野選手に対してプラスな評価なんだね。俺は正直なんかマイナスの評価の方がどちらかというと気になっちゃいました。なんかやっぱスタメンで出てる時と違うなと思っちゃいました。いい時の佐野選手はまだまだこんなもんじゃないけど、しばらく戻ってきて病み上がりで水曜日もプレーしてとなると、まあこんなものって言っちゃうとあれなんですけど、そこまで悪くもないというか、決定的に足を引っ張ってるとかそういうことではないでしょ。ただそれでも後半は前半よりもボールが握れない、とにかく攻撃が停滞してた。次、69分の失点シーンですが、さすがにあれは早川選手を攻められねえ。早川選手もそうだけど関川選手もそうだよ。いや、あのフィードを引っ掛けたことはちょっとよろしくはないというところじゃないの。それこそ関川選手の年一あるかないかがここで出ちゃったっていうのが兄の感想です。はい。じゃあ俺は言わせてもらうけど、年一ほどのこれまでの去年の川崎戦のようなミスではないと思うんだけど、チャレンジしたい、まあ、こんな不運なプレーもあるよ、俺は言いたくなる、擁護したい、不用意なパスミスではないと思う、不運なパスミス。それからその直後70分のシーン、今日も微妙なジャッジが出てしまったわけです。はい。 PK でしょ。だよな。前節のディエゴ・オリベイラ選手のあれが PK で、これが PK じゃねえんだ、どうなってんだっつう話です。それでも俺今日のジャッジは基本不満なしよ。広瀬選手と岩崎選手のマッチアップなんてすげえ見応えあったんで、何が何でも今日の審判ダメではないよ。ただここは PK ね。今日の判定だけならあれが PK じゃなくても文句だとは思わないけど、問題はこの間ほんのちょっと倒れただけで PK こっちは取られたのに、今回はもっとそれよりも足に直接行ってる感じで取ってもらえなかった。振れ幅がでかすぎる。ここが問題なんですよ。判定の一貫性、どっちが悪いというよりはブレすぎてる。もしかしたらこれもまたジャッジリプレイにまた行くかもしれません。多くね。番組側からも言われるでしょう、また鹿島かよって。ちなみに実際はガンバの方がもっと多いらしいんですが、相変わらずオンフィールドレビュー、あの主審の方が画面を確認しに行くやつ、あれやんねえし。だから絶対これは PK じゃないっていう自信があった。その状態だと VAR 側って言えねえんだよな、主審側が優先されて。困ったもんですな、ここんとこ。さすがに今日審判のせいで勝てなかったとは思わないんすけど、それはそれとして納得のいく判定ではなかったなと。そして90分、このまま敗色濃厚だったんですけど、鈴木優馬選手に助けられました。マジで頼りになるわキャプテン。ここ基本でも今日は消されてたじゃん。うん、まあ鈴木優馬選手の調子がゴールを決めたとはいえそんな良かったかっていうとそうではない。それでも決めてくれた。鈴木優馬選手の技術と気合の最高の高次元での融合。なんであんな強くヘディングできんの。もう魂のゴールだわ。足で蹴ってるより強くヘディングできてるよね。これが本当首の強さというかプロの凄さというか。コースもそうだしさ。でそのアシストした安西選手も、どうしちゃったのっていうぐらい去年の不振が嘘になるぐらいめちゃくちゃ今調子いいわ。いやでもこれが本来の実力、本来のアントラーズの2番の選手なのよ。あの左足の精度去年は1回も見れなかったんじゃねえのっていうのがここんとこ連発してる。前節もねアシストしたんでね。この同点ゴール以降最後の方はおせおせだったんだよな。マジで1回2回大チャンスがあったんだわ。染野選手ね、ここね大事なところなんですけどね。そうだね、フォワードならあれを決めてくれとやっぱ言いたくなるし、絶好調の優馬選手、スタメンの柿田選手、今は怪我しちゃってるけど知念選手、正直知念選手と比べてはいけないかもしれないけど、やっぱり知念選手ならとは思ってしまった。思ってしまいましたね。そうですね、今日の試合のまとめです。悔しいドローです。マジで悔しいドローです。全体的に見ればトスのゲームだったかな、うん、だとしても試合が終わってホッとしたよりも悔しさが出てきたことにホッとした。あーなるほどね。いや勝てたろってもう思うわけですね。
鈴木優馬選手も試合後のインタビューで言ってた通り、今日はクソ暑かったみたいです。クソ暑かったみたいですね。あそこまで言うってことは、こっちが想像してる以上にやっぱ気温きつかったんでしょうね。そうだね。となると今やってるサッカーを夏場にやるというのはやっぱきつくなってくるわけだ。ここをなんとかせんとならんよね。これから先、今日取った勝ち点1が最後の最後、シーズンの最後の最後に効いてくると、もう信じましょう。鈴木優馬選手も言ってたじゃん、去年だったら負けたまま終わってたって。でも俺は正直、去年だったら結局変わらずドローだったと思う。今季の序盤だったら負けてたよね。ってことはやっぱ、チームが進歩してるわけだな。そう言いたいよ。最後に、今日も現地組の皆様お疲れ様でした。ダゾーンから皆様の声ガンガン聞こえてきました。スタグルではないんですけど、佐賀県民のソウルフード、ミンチ天っていうのがうまいらしいです。もしまだ現地でこれ聞いてる、見ていらっしゃる方はぜひ食べてみてください。ミンチ天存じないですね。簡単に言うと、魚肉に玉ねぎを加えて、でパン粉まぶして油で揚げる、そんな感じでビールに合う一品、すげえうまいらしい。家庭料理だね。これは確かに飯よりビールだね。ちょうど駅を挟んでスタジアムの反対側にあるフレスポトスっていうスーパーショッピングセンター、そこでよく売ってるらしいので、もし機会があればそちらで食べてみてくださいと言いつつ、僕らもこれ食べたことないんですけど、うまいらしいです。いつか兄さん、アウェーチームのスタグル事情っていうのをやってみたいですね。それではまた次の試合もアントラーズを応援していきたいと思います。次こそ勝ちましょう。今日の試合クソ熱かったっす。ミンチ店クソうまかったっす。チャンネル登録クソ嬉しかったっす。今日の試合クソ熱かったっす。それじゃあここから先はピッチの外の話です。今回はリクシルスポーツザセッションの最新話の話です。ゲストが関川選手、船橋選手で諸岡選手、愛されキャラトリオだそうです。この3人は同世代のね、3選手が集まったっていうのが今回のお話ですね。冒頭数分間の真面目に喋ってるシーンはまあちょっとすっ飛ばしますね。サッカーで好きな瞬間、船橋選手は試合前の入場、ここだそうです。ね、あ、そうなんだって思った。正直点取ってだか勝ったのどっちかだったと思ってたもんね。まあ、大体の選手はそう言うし、サポーターが一番好きな瞬間もそこだな。点取った時か勝った時か。諸岡選手はフォワードらしく、点取った時が一番好きだって。ぜひともね、1点でも多く、そして1点でも早くお願いします。いや、やっぱフォワードだもんね。そりゃそうだよな、点取った時が一番だよな。それこそ誰かが1点取って自分は点取らないで1対0で勝つよりも、自分がハットトリックやって3対4で負ける方がいいみたいなことフォワードは言う人もいるし、ね、諸岡選手がそうかどうかは分かりませんが、一番それ聞いてパッと出てきたのは大久保嘉人さんか。なんとなくイメージ的に。それから声出し応援の完全復活、船橋選手が頭に残ってるちゃんとは知念圭選手のちゃんと、知念圭月子知念。また最近変わったんだっけ。ちょっとバージョンアップというかマイナーチェンジというかしたそうです。あのちゃんとはやっぱ選手も印象に残ってんだな。そうなんだね。まあ、その割に広瀬選手は国立でちょっと歌詞間違えていたそうですが、そこら辺の様子は FC 東京戦の現地観戦動画、そのサポーターズミーティングの部分あたりに詳しく載ってますんで、ぜひそちらもご視聴ください。ぜひご視聴ください。船橋選手はもう一つあって、関川選手も同じ曲、マックスボリュームだよね、緑のフィールドでって。あー、はいはい、マックスボリューム。確かにあれ長いね、歌詞ね。歌える、あれ。やっつらぼちの海へ。いやいやいや、最初から緑のフィールドでの先、やつらぼちの海へ。あー、正直一番歌うのも、僕らもうきつくなってきたかな。そうだね、あれ3番まであんだよな。3番の歌詞なんてマジでなんだっけだな。いや、もちろん YouTube で検索すればね、それは一発で出てきますけど。昔は歌詞とかね、確かゴール裏で渡してくれてた記憶あるけど、今もあんのかな、その文化。 YouTube って今話したけど、関川選手はね、応援ちゃんと集の YouTube 集見てくれてんだね。ということは、うちの動画ももしかしたら見てくれてるかもしれないよな。いやー、ねえよ。おい、ねえよはやめろ、ねえよはやめろ。シカサポ的にそのセリフは今ダメだ、敏感だから、ねえよはやめましょうね。次、船橋選手の最初の推し選手だったのが柴崎岳選手だそうです。ぽい、すげえぽい。プレースタイルとかイメージとかすげえぽいよね。船橋選手が理想としてるのがやっぱ柴崎選手ってこと。ああいう風になりたいと。そうだよね。ということは噂ですよ、一応今んとこ噂なんですけど、
柴崎選手が夏に J リーグに復帰するかもという噂が一部で出ているので、もし鹿島に来たら船橋選手的にはよっしゃーってなんだ。もちろんね、俺らサポーターもすごく嬉しいけど、この新旧ボランチコンビがね、見たいものですね。やっぱ推し選手というか好きな選手が来たらさ、それで刺激されて伸びるってことはあるもんな。諸岡選手の最初の推し選手はロナウジーニョとネイマール。ロナウジーニョ懐かしいな、覚えてるわ。めちゃくちゃ俺も大好きですよ。めちゃくちゃ大好きな選手です。あれこそ唯一無二だよな。楽しそうにあれほどやってる選手はね、現代フットボール当時も今も過去もなかなかいませんよ。前世紀はバルセロナの頃。これはね、ミラノっていう風に答える方もいらっしゃいますしね、あとは本当ブラジルに帰ってきてからこそなんだよっていう風に言う人もいるし、それこそバルサ前のパリセンジェルメン時代と言いたい人もいるんでしょうし、もう本当俺のイメージはやっぱバルセロナだな。まあそうっすよね。とにかくテクが凄まじいもんな。エラシコはもうどれほどのね、当時の子供たちがどれほど真似したことかですよ。僕らも真似しましたよ。もちろんできっこありませんがね。それとネイマール、ネイマール選手が嫌いなわけではないんですけど、諸岡選手あのダイブはご勘弁いただきたいですね。そこは真似てほしくない。ただ一応自分を守るためだっては言うんだよね、そのダイブっていうプレーは。まあそりゃね、それこそ世界中から削られるわけだからな。関川選手はメッシ。いやちょっとプレースタイルが全然違くて、あそうなんだってなっちゃった俺は。メッシか。関川選手も小学生の時はフォワードをやっていたそうなので、あここら辺の下りは前編の方に載ってます。リクシルスポーツの前編の方です。メッシか、イメージ全然違うな。次がファンサービス再開の話題。選手がファンサービス再開したの嬉しいって言ってくれるのは、やっぱ僕らサポーターとしても嬉しいわけですよ。もちろんね、もちろん嬉しいけど、あくまで良心的な範囲でねってね。あーここら辺はね、かなり細かくルール決まってるんすよね。このエリアじゃないとダメ、この日じゃないとダメ、それからサインだけ犬猫を持たせるなーとか、これでサイン色紙とペンも売れればウハウハですわ。そういうのもあるんだね。そういう影響もあるんだね。まああれグッズとしては一番安い部類だから、単価低いから売り上げはあれだけど。サイン色紙転売ダメ絶対。ああいたな、やってるアホいたな。そういえば確かファンサービスが再開した直後、各有僕らも先月クラブハウスでサインもらってきたんですよ。嬉しかったね。僕の方は荒木選手のサインいただきました。もう心よくサインしてくれました。本当荒木選手ありがとうございます。僕はね、船橋選手わざわざ呼び止めて自分の方に来てもらって書いてもらいました。ああやってたやってた、すごく好青年っていう感じだったね、見た目はね。ここでいいんですかっていう風に書いてもらって、もう嬉しかった。やっぱりね、ユースの選手にはちょっと甘くなっちゃう。ああ身内ね。でしょ、正直に言うよ。書いてもらった後一言、一桁のナンバー目指して頑張ってくださいって言ったら、頑張りますって言ってくれたのかな確か。よく覚えてんね、そこまで言ってもらったのね。本当すげー期待してるよ船橋選手。選手との会話はまあ一言二言ならありか、そこまでダメではないはずだよな。次、食へのこだわりの話題。試合前日は、選手の皆さんは寮でステーキを食べるそうです。これってね、アントラーズの文化なんだよね。やっぱ他クラブとか最初おかしいって思うんだね、他の新加入選手の人らとかは。予想はやってんのかな。いややってねえ。もうアントラーズの文化、そしてアントラーズの強み。実際にステーキの写真が出てるんですが、あれ結構量あるよな。結構あるよね。300-400g は軽くあるよなあれ。ご飯もまあまああるし、諸岡選手のきついんだよねっていうのがね、わからんではないですよね。おっさんの胃にはきついんだよね。でも関川選手はもうガンガンいけるみたいな風に言ってるじゃん。あーやっぱ若いってってやつ。まあ関川選手は本当ガンガン食ってそうなイメージは、イメージあるよね。若手選手は栄養士の方にメールや LINE で写真を送っていろいろとアドバイスをもらっているそうですが、まあ、そこまででもアントラーズってうるさくはない方だと思うんだよな。確かかつての小笠原さんなんてその代表だと思うんだけど、あんま気にしてない。特に若手の時は全然気にしてなかったみたいなこと言ってたっけ。逆にすげーうるさいといえば
ばやはり FC 東京さん長友佑都選手。長友選手は徹底的にこだわってるらしいな、そこらへん。すげえグルテンフリーのなんだっけ、小麦だっけ、米だっけ、小麦にしか食べないとか、体脂肪率もめちゃくちゃ気にしてる、他のプロ選手より気にしてるんだとか。そして今回のメンバーは愛されキャラということで、一番いじってくる選手といえば安西光輝選手だそうです。ですよ ね、 納得しちゃうよね。ザ陽キャって感じだもん。あ、陽キャというのはですね、明るいキャラとかそういう意味らしいです。分かってんでねえかい。ちなみに反対は陰キャというらしいです。僕ら二人のことです。いや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 、ちゃうやろ。このチャンネル聞いてる方々は大体俺らのこと陽キャだと思ってるよ。まあ実際は陰キャなんです。やめな。まあね、こういう若手選手には申し訳ないんですけど、これで安西選手のパフォーマンスが安定したり、チームの勝利につながればありがたいと思うんで、今後もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次こそ勝ちましょう。本当マジ勝ちましょう。